はい、それでは始めていきたいと思います。現在時刻はですね、2019年11月13日、5時54分、もう55分になるところです。本日もですね、ユーロドルのトレード結果の報告と、えー、チャート分析を行いたいと思います。はいえーとですね、まず、昨日11月12日でからのトレードの結果。 かはひ、まあ、一言で言ってしまえばまあ悪かったという結果です <laughs> 何が良くなかったのか今現在1時間足でですね、えー、こちら表示しておりますトレード文字をいポジションが完全に逆行していますえーとですねこの理由は単純明快です冷やしにしてみますねもっと冷やし ボタンを押しましてちょっと引いてみましてえ今こう見ていただきますとえーユーロドルは完全にですねえっともういくつか引いた方がいいですね完全に ここでもういくつか引いて、ユーロドルはですね、今、こう見えます。ダブルトップのえ形になって、ダブルトップがですね、の形状を作っていますので、その中でですね、 えっと完全に今、ユーロドルはドル高の方に向かっている状況になっていますそういう状況の中で買いポジションを持ってしまったために、えー、っと持ってしまったことが原因ですね持ってしまったことが原因で、えー、大きな損失となってしまいました、えー、今現在、これによってですねトータルここ数日だけでざっくり100万円ぐらいの損失になっています。 んとですねえー、月曜日に続いて火曜日もこれだけ損失をした理由はです、ね、月曜日の損失を取り戻そうと、えー、多分おそらく無意識化で焦っていたんだろうなと思います、えー、焦りがあると正常な判断ができなくなるそうです、ね、あの割と聞いた言葉というか文章などではあの何度も、えー、と割と皆さんも聞き耳にしたことがあるとは思いますがいざ当事者になってみると ね分からないものですね。はい。ということでですね、えっ、ー、と、昨日の結果、こちら、えー、ちょっと拡大をしないと見えないので、あと1時間足ぐらいとかに今落とさないと見えなかったので、こちらですね、えっ、ー、と、2つにポジション買いを入れて、その2つとも完全に逆行をしています。えっ、ー、とですね、これポジション入った理由はですね、 1>, えっと1時間のところで、こう、じゃ時間じゃないな、5分足、月曜日は5分足が、えっと、大橋でのロウソク足が移動平均線から離れたところを狙っていたんですが、そこはちょっとうまくいかなくて、で、昨日はですね、15分足にして、まあ多分、元と戻るだろうと、大橋きところでですね、 えー、入ったんですがそれもうまくはいきませんでしたそしてえー、っとここですねここでおそらくあの反転するだろうなと思った場所だったんですがそのままずるずるっと下がっていってしまいましたこれは正直うまく乗らなかったなというのが、えー、原因になります まあ深夜0時になりますと、私は基本的には寝ていますので、えー、っとストップロ損切りのです、ねえー、位置を入れていて、そこに引っかかりました。だから、損切りを入れておいたというのは、えー、戦略として正しいです。ただし、エントリーのです、ね、方向と,、えー、っと入った場所っていうのは、まあ、よく仲良かったなということになります。 というわけでですね、わしの戦略がスイング寄りになるということは、より冷やしの影響が見えるような、ね、場所で入るべきなんだなと、わ、まあ、割と当たり前。 えー、失礼しました。6時のアラームが鳴りました。ということで、えー、現在時刻は2019年11月13日の午後の6朝の6時になります。はいえー、本日も、ね、頑張りたいなと思います。ということで、ちょっとお茶を濁させてください。はい、えー、っとですね、今現在、えー、これがですね、えーっと、トレード、どうして失敗したのか。 完全にダブルトップが冷やしで形成されて、ユーロドルは下降トレンドになっている状況ですね。その下降トレンドになっているにもかかわらず、買いポジションを持っているということが原因になります。はい。えー、っと、やっぱりこういう時にですね、あの、格言となるものとかそういうのを ね、文章を入れっぱなしにしといた方がいいですね。えー、ユーロドルは、えー、っと、ひ、冷やしでダブルトップが形成されたので、 えー、ユーロドルはですね、冷やしでダブルトップが、えー、形成されたので、えー、っと、11月13日現在、えー、っと、ドル高トレンド。<laughs> で、えー、トレンドフォローは、 えっとはいということですねえっとユーロドルはですねダブルトッでダブルトップが形成されたためまずドル高トレンドまあ下落トレンドになっていますそのためにえー、っとトレンドフォローをしていく場合はまず売りで入るべきだったと いうのが、まあ、結論になります売りで入るべきでした。しかし、えー、っとですね、昨日などの、その前の失敗もですね、まあ,ここあ、ここは売りか。えー、っと、逆張りとかのを、えー、月曜日は売りで逆張り、まあ、ある種、買いを狙おうとして失敗して、 そして、えー、っと火曜日は売りで入って失敗してという、どちらも逆張りを狙ったことが失敗した。逆張りが悪いわけではありませんが、私の場合はそのトレンドフォロー順張りになる、えー、ようなトレードが、まあ、割りかしうまくいくタイプです。そうですね、という、えー、私自身、自分自身の、えー、やり方を見直して、えー、改めてトレンドフォローで入るべきでした。 という話になりますでちょっとですねあの、こんな朝早くから、えー、撮っている理由は、2日連続でやらかしてしまったので、えー、こう言葉に残して、それをもう一度私自身の耳に返すという、ちょっと微暴力というか、ね、反省の意味を込めて、えー、早朝から動画を、えー、撮影いたしました。はい、えー、っとですね <coughs> とりあえず結果報告だけで、えー、10分近く経ってしまいましたので、えー、手短に、えーっとですね、チャート分析いきたいなと思いますえー、っと今まで、えー、っと冷やしとかの変換はですね上側のタブを選んでたんですが左側にショートカットを作れるんですねその左側のショートカットを使えば割と簡単に早く、えー、いけますただ私はあんま使ってなかったので割とタブと迷ってしまっています はいえー、ではですね、チャート分析になります。えー、本日のチャート分析。綺麗なダブルトップが形成されています。えー、そしてですね、えー、っと、日足が今ですね、どこにあるのかというと、左側のこのところのエリアですね。やっぱり、えー、2ヶ月前の 9月の1213とか17とか中旬のところにある価値領域そらくこの辺りのエリアですねこれはやっぱいらなかったですねもうちっちゃいのもいらなかったでえー、とどっちか これもいらなかったといえばいらなかったかなちょっと怪しいとこですけどいやこれいるか失礼しますえー、とですね1.10の値は左側9月の中旬のところのですね領域になっています9月中旬にできている移動あじゃなくての価値領域と今大体ぶつかっていますのでここで もみ合うもみ合うと思っておきながら割と下がっている。んちょっと待ってくださいね。私自身は確か1.10と1.106との間で推移すると言っていたので、ん一応私が日曜日に、えー、予想した範囲の中に一応収まってはいます。ただ思ったよりもトレンドができているというのが、えー、あります。ですね。なので。 私自身がやっぱりその焦っていた、そう、あの、今現在ですね、えー、今現在のポジションの保有の仕方がですね、月曜日、火曜日は20 200万通貨、えー、っとですね、取引量を、えー、っとドル円の換算でいくと、大体1 2回につきえ二百万とえっとですね少々お待ちくださいねえっとですね一万通貨につきえ大体100万円分の取引になっていて えっと100万通貨はだいたい1億円ってとこですかね。で、ここ数日は200万通貨の取引を4回行いましたので、えー、トータルでですね、8億円相当の取引になります。 えっと、最近、10万通貨ですら疲れたと言っていた人間が、いきなりその2倍にしてしまったということが割と原因かなと思います。大きく取り戻そうとすると、大きく損失をが出てしまうという割と典型的な結果になってしまっていたということになります。えですので、 まあ、そのことが割と大きな原因で,ですねあの、損失が膨らんだんだなと思います。はい、うーん、ちょっと本日の動画は反省ばっかりですね。えー、っとちょっともうちょっと,、えー、っと技術的な話に、テクニカルな話にしましょう。<laughs> テクニカル、えー、改めて最後の動画最後のまとめとしては、えーっと、まずユーロドルは冷やしでダブルトップが形成されています。 冷やしダブルトップなのでトレンドフォローとしては売りで入るべきです、はい、そして、えー、次、えーっとですね、どの辺りで差し根を,を入れて売りで入った方がいいのかという目安のお話をしたいと思いますどこまで持ち上がるだろうかということですね,、えー、っとですねちょっとオーダーをすでに入れておきますまずいくつか考えられる場所はここですね35と えー、4・5の位置に指、えー、し値を入れています、まあ、100万通貨のだったら今現在の含み <laughs>、えー、含み液でえ焼、ー、とですね多少逆行しても十分にカバーできる領域にいますので、まあ、ここは問題なく貼れるかなと思います、えー、そして、えーっとですね、一時関心で見ている理由は日足、まあ、に結構近いえー、っと そこそこ細かく見れる割には引きで見てあげれば、冷やしの結果がですね、冷やしの結果に近いものが見れる。ここだと1日、2日、3日、4、5、6日。この拡大率だと、ざっくり5営業日分の流れが見ることができます。で冷やしの 近似直線も今ここに引いてますので、まあ、おおよそそこに沿っているなぁということがわかります、はい。というような感じでですね、えー、っと今トレンドは下りになります。そしてその中で波としての跳ね返りがどこまであるだろうかということなんですが、おおよそなんですけれども、移動、えー、っとですね、ローソク足の値動きと移動平均線、えー、っとですね、いずれ どこかでロソク足は移動平均線に、えー、タッチします,、えーっとですねまあ、そのタイミングはどこかはからないですけれども、まあ、それはトレンドであったとして、ねトレンド、相場がトレンドであったとしても、えー、どこかのタイミングでですね、ロ、えーソク足は移動平均線にタッチします。 えー、それを狙って指、えー、し根を入れておくのが割と安全なのかなと思います。はいね、でですねあのポジションを持たないと持たないとというもうほんとポジポジ病になっていたなという自覚が、あのー、出ましたので、ね、あのポジションを追加できなくても、まあ、しょうがないなというのが、えー、割と。 意識しなくちゃいけないことだなと反省しております。やっぱり大事なことはこれですね。えー、っと最後に、えー、中身、格言をですね、私の重要だと思う格言を述べて終わりにしたいなと思います。読みますね。重要なのは長期トレーダーの意見である。 なぜなら彼らは価格を一定の方向に動かすトレード資金を持っているからだ。しかし私たちはそんな大金など持っていない。でも私たちは彼らの動きを密かに見張り彼らのやっていることを観察することはできる。プライスアクション短期売買法より引用しております。はい、ということでですね、えー、と本日の内容は、えー、大きくまとめますと、えー、ダブルトップ。 冷やしダブルトップが形成されたのだから、ユーロドルはドル高トレンド、まあ、つまり下降ですね、下降トレンドにありますよというお話になります。そのため、トレンドフォローとしては売りで入るべきですということになります。 でですね、もうちょっとそろそろ動画時間が17分そろそろ20分近くなってきましたので、えー、これで締めにしたいと思います、えー、本日の内容はここまでとなりますご視聴ありがとうございました